プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。はい、皆さん、瀬戸内 T シャツアート店様とのコラボ企画で、はい、ね、瀬戸内 T シャツアート店というね、うん、T シャツのイベントコラボさせていただいてたと思うんですが、はい、それがね、まあ、ビーチに T シャツがブワッと並んで、はい、まあ、こんな雰囲気で並んで、うん、あのそこのイベントに来てくれた来場者様が投票をねしてくれたんですよ、うん、それで、まあ、シーバスルアラボットのコラボから申し込んでいただいた方の中でコンテストしてたわけですよ、うん、それの結果が出たのでお知らせします、はい、で景品は豪華なこれ。何ですか、まあ、愛媛県のイベントということで、愛媛県が誇るシーバスルアビルダーの、バリークラフト様とリッジライン様からご提供いただいてました、はい、こんなレアルアを、はい、しかも限定カラーですよこれ。確かに。まだ世に出てないカラーです。こっちはもしかしたら販売するかもみたいな感じだったけどね、うん、ちょっと分からんけど、うん、こっちはもう完全にこのために作ってもらってるんで、うん、もう限定カラーの限定ルアーということで、はい、提供いただいてます、うん、それが誰の手に渡るのかというのをね、ちょっと皆さん気になってると思うんで、気になる。それをまあ結果発表という形でパッと紹介させていただきます、はい、それでは早速いきますね、はい、まずじゃあもう1位から言うわ、うん、あのもったいぶってもしょうがないんで、はい、1位の方にはこちらキョロキョロ 140F リッジラインさんの、はい、これ誰がもらっても嬉しい、嬉しい、飾っても可愛い、うん、もう、うん、いいルアーです。いいルアーよ、はい、これを手にする人、はい、います。言ってください、はい、まあ、名前とかちょっと言えないんで、うん、まあ、ペンネームぐらい言っていいんかな。ペンネームでいいや、うん、このキョロキョロ140を手にするのは、はい、ペンネーム S さん、うん、あ、素敵な T シャツがこちら。素晴らしい、素晴らしい、あのもう天使天使はい、まあシーバスルアーに関連性はないじゃないけど、関連性はない、でもやっぱり票が集まるんですよねこの手の写真には。そうだね、だ T シャツだけで200枚ぐらい並んどったけんね。確かに強いな、強い強い、これはもう文句なしですね。文句なし、はい、素敵なお写真でした。お写真、はい、素敵な T シャツでした、はい、で第2位の方にはこちらバリクラフトさんのスプーナー、チャートヘッド、そう、これまで世にないからですからね、うん、これをねゲットした方、はい、発表します。発表してください。ペンネームステイサムおじさんさん、はい、ステイサムなんですかね、ステイサムなんでしょうね、どこかとは言いませんで、お写真じゃなくて、T シャツがこちら、はい、それは数字持ってますよ可愛いもん、そうなのやな、うん、すごい素敵、これこういう T シャツ着たいもん、着たい着たい、人すごかったもん、確かに、うん、行ったけど、うん、盛り上がってました、かなり。これ来年もやろうかね。ね、来年もぜひコラボさせていただけるんやったら、うん、まあ、これを見てるあなたも来年はぜひ参加していただければって感じで。そうだね。あ、他にもね、こういうバレクラフトさんのステッカーとか、うん、リッジラインさんのステッカーとか、うん、またワッペンとかも同じくご提供いただいてるんで、うん、こちらも、上から結構あるんで 10名までは行き渡るんかな、うん、はい、なんで得票数に応じて上から10番目の方まではこちら同封して、まあ、T シャツがね手元に届くんで、その展示した T シャツが、うん、それに同封して送らさせていただきます、はい、もちろん僕らのステッカーは参加者全員様に、うん、皆様に、お送りするようにします、はい、なんでこれにて瀬戸内 T シャツアート店様とのコラボが一応は今年度分は完結かな。完結、はい、はい、面白かったです、まあ、実際見に行ったりしてね、いい感じだった。そう、あとは T シャツが手元に届くのが楽しみでしょうがない。もう普通に欲しい、自分のやつが。それが届く頃には多分もう今ですらパーカー着てるけど、多分寒いけど届いたらもうそれでカフェ撮ります。あの、分かりました、1回は撮ります、うん、そうしましょう、見せたいし、はい、はい、そんな感じで、まあ、当選発表というか、まあ、結果発表ということでした、うん、はい、こんなイベントも実はやってましたよっていうのも兼ねて、うん、はいはい、なんでまた機会があれば皆様もぜひご参加お待ちしてます。お待ちしてます。それではシーバスルアラボからのお知らせでした。はい、
さよなら。さよなら。